ねえ、トゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。楽しいね。これはなんていうか異様な雰囲気ですね。喜びを分かち合おう。通路はどこに繋がっているんだろう。レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。
倒しておきましょう。何これ？怪盗、人類が建造した遊具、レール上を高速で移動しスリルを体感する絶叫マシンとも呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところで 2D、 何？僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶのですけど。そう。そろそろ 2D どうですか？何？だからナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。機械生命体、記録にありません。
ハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は美しくない。アンドロイドの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。ハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。重大なダメージを受けていた。
助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステム、そう、ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない、そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。私、敵じゃない。え？あなたたち、壊れた機械生命体を倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。あれは？ああ、トゥービーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。戦う意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥービー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かに、あなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私のしています。この村に住む者たち
は戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。機械生命体の島、変な話ですね。同じ工場で作られたとかでしょうか。さあ、こちら 2B。 どうした？実はちょっと好きだった先輩を食事に誘ったら断られちゃって、私これからどうやって生きていけばいいですか、 2B さん。そんなこと聞かれても。もうバンカーにいられないです。それは困る。作戦に支障があるから。私を必要としてくれるんですか？ B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠だから。 2B さん、以上、通信終了。
かがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。